やっぱりすごいぞ。このヒラヒラのマント、見事な肩パッド。待ってくれ、肩パッド仮面、肩パッド仮面。お腹すいたっすね。昼ご飯食べたばかりだろ。おお、お前に、お前にこれをやる。なんすか、取れないっす。ぬるーい。バーガー半額に釣られる心の弱さこそ罪、罪なのだ。あ、あんたは神崎雄一郎。行くぞ、相手にしてられない。待てい、それなりに強き者たちよ、私の話を聞くがよい。いやっす。ターゲット1週間無料券をやるぞ。聞くっす。おい、はあ、帰国したのはいいけど、この後どうすれば。しかちゃん待って、どうしたの急に。妙な邪魔の匂いよ。ヘミちゃん、あれ何をするんですか。話してください。いきなり現れたわね、邪魔。エミちゃん、行くよ、変身。変身させてよ。何なんですか、あなたたちは。星空を隠した見つけてと誰かがささやく。いつもと違う目覚めの時、世界が始まる音を聞いた。灯台の安心音に紛れたほころびのかけら探してみよう。過去今未来地図広げて飛び込め不思議の向こう。どこからだそう、僕らはまだ助っ人が見つかったようだな。勝つのは私だ。じゃあ勝負と行こうか。では。ちょっと何なのよ、助けてください。狭いよ、暗いよ、怖いよ。あ、リューズさん。すまなかったな、達也。できるだけ早く来てほしくて、親切な人たちに連れてきてもらったんだ。予想通り、達也がお前の助っ人か。僕は彼だ。マスク・ザ・ダークは悪いね、今日は敵同士らしいよ。誰なんだ彼は。おじさん知らないの。僕もよくは知らないけど、とってもかっこいいでしょ。今回の企画にはぴったりだと思うよ。弱い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 。私はエッサンクファイターを見つけたぞ。あ、ナナミさんにトモリさん。なんなんすこれ。わけもわからず連れてきやがって、説明しろ。これは、すべてはヴァンガードのためだ。ヴァンガード普及協会準備室。その通り、ヴァンガードの素晴らしさを世に広めるために結成された素晴らしい組織。そのマスコットを決めるデザイン勝負だ。そういうことだったんですね。マスコット？ゆるキャラとかそういうの？そうだ。
よし、私たちもそれ参加する。シカちゃん、だってヴァンガードのマスコットを変なのにされたら困るもん。いいよね。というか、そもそもお二人は誰なんです？申し遅れました。私、新米魔法少女のエミです。お月の妖精シカです。魔法少女に妖精？興味深い。ぜひ参加を。言っとくけど、私は関係ないからね。何を言うか！報酬が欲しくないのか？このクーポンってポテト半年分食い放題ってやつっす。ちょっと、早速仲間割れかい？それじゃ僕たちにはかなわないよ。当たり前、この被り物にかなうやつなんているかね。分かってくれるんだ、嬉しいな。君のセンスこそ最高だよ。あの、マスコットを考えるのはいいけど、どうやって勝ち負けを決めるんですか？心配ない、ちゃんと審査員を用意してある。お入りいただこう。ん？はっ、スイコさんに。おじさん、ブッキー、この二人が審査員。話は聞いたわ。ウルトラレアの一員としてヴァンガードの未来を左右するこの勝負、公平公正にジャッジしてあげましょう。どうして俺がこんな真似を。で、どこのどなた、なぜこの者に審査を委ねる。それはこの人のヴァンガード愛は本物だからだ。それに F1 層の意見も重要だと考える。誰が20歳から34歳の女性層よ。まあいいだろう、勝負は3日後、見てろよ。俺だって負けない。猿がいい、弱き者よ。シュカちゃん、私たちなんかすっごい面倒なのに関わっちゃったんじゃないの。似合うの。え、今回の歪みはこの中にいる。明神リューズ、ヴァンガード普及協会準備室の代表だ。ことをせいてしまったため、君たちも連れてきてしまった。申し訳ない。いえ、私たちも興味があるのでぜひ参加させてください。あの中にジャマーがいるの。達也君とは知り合いで、以前ヴァンガードにおいて特別な研究を一緒にしていた仲なんだ。できました。こんな感じでどうでしょうか。ボツ。そっと。すでにあるユニットの要素をくっつけただけ、オリジナリティがない。ちょっといけてないかも。まずゆるキャラに必要な親しみやすさがないかな。一目見たら忘れられないインパクトも足りないし、そもそもこのデザインで何を訴えたいのかっていうクリエイティビティと、誰に届けたいのかっていうマーケティングが鈍いのかも。簡単に言うとキャラ立ってないって感じ。そこまで言われるなんて。パパ、ママ、僕の力でパパとママを。どうどう、まあ落ち着いて。強さこそ正義、全身から溢れ出す勝利への執念こそ正義、弱さは罪。猫にゃんにゃん。どっから入ってきたドラ猫。窓開いてたんで。なんじゃくな。今はヴァンガードの未来を考える時。そんなもの放っておけ。こっち。今なんつったおっさん。はあ、おめえ悪口か。そんなものとはなんだ。そんなものとはマスコットのモチーフっつったら、世界一宇宙一可愛い猫ちゃんが最強に決まってるだろ。その息はよし。そこまで言うなら書いてみるがいい。お前のヴァンガードマスコット、見てろ。退屈だ、次。かわいくない、次。教養を感じ、次。エモくない、次。次。ほら、
行方不明。説明不要。未来から来たレゴアダル。なあ、ダメだダメだダメだ。どうしてそう危ない方へ行くのだ。おい、お前も何か言ってやれ。さっきからピーチケパーチケうるせえな。そんなことよか、そんなことよか、なんか俺に任せろ。トリプルビッグバーガーレッド、米なしチキンイエロー、ギガ盛り牛丼紅生姜ブルー。赤いんだか青いんだか、なんという純粋なる欲望の塊。まさに食欲の化身。いいぞ、さすがは私の見込んだ S ランクファイター。もっとだもっとだ。ダメージチェック。ノートリガー。僕の勝ち。強いな。あなたもね、大山龍太郎さん。かいかいかい。近頃カードファイトをするとなぜか体が痒くなるんだ。しかしその格好といい、そのファイトといい。君、最高だよ。あなたも最高です。どうしました？それ、え、いやついファイトに夢中になって忘れてたマスコットのデザイン。やるの？もちろんだよ。やばいやばいやばい、どこだった。俺がどれだけ頑張ってもファイトさせてもらえないのに。うるさいわよ、そろそろフォーマットを理解なさい。この世界の歪みを直しゃいいんだろう。どうせ龍塚神崎か大山だろう。ダメよ、確かに誰かがジャマーなのには違いないけど、もし間違えて逃げられたりしたら直せる歪みも直せなくなる。仕方ねえ、じっくり見極めるとするか。さあ帰るわよ、今日のご飯当番はあなただからね。ああ、またそれか。シカちゃんも書いてるの？ちょっとアイデア思いついちゃったから。へえ、これだこれだ、これでいくぞ。ヴァンガードのマスコットキャラコンペティションの開催を宣言する。審査員はこちら、ウルトラレア竜巻スイコ。とくと見せてもらいましょう、ヴァンガードの未来を担う渾身のマスコットキャラを。まずは僕からだ。もしやデザインだけじゃなくて着ぐるみまで。僕は大自然の子、バスケザ・ヴァンガード RX。 なんだあれ。マスク・ザ・ダーク様の真似してるじゃん。時間なくてやっつけたな。完成度も低い、やり直し。次やっつけてないよ。見よ、これぞ愛されモチーフと強さの完璧なる調和。百獣の王ゴニャイオン。なんでだよ、猫ちゃんなのにちっとも可愛くないじゃん。名前だけは可愛いっすけどね。申し訳程度のヴァンガード要素がかえって邪魔くさい。次かわいいじゃねえかよ。トウ空気バン
ガバン。変身のプロセスをもう一度説明しよう。バンガバンがファイティングスーツを着込む時間はわずか 0.05 秒である。でも僕が書いたのはこれなのに、どうしてこうなっちゃうの？二次元からの立体化ではよくあるやつだ。造形師の腕が悪すぎたわね。残念。ひどすぎる。どこがひどいんだ。僕のが最高だろう。何を言うか。その丸まっちい軟弱な頭身は何だ。お前こそそれのどこがマスコットなんだ。お前が言うな。なんだと。なんだと。なんか絶対こいつらの下で働きたくない。一体誰が邪魔なの？っていうか元から邪魔な目に歪んでるんじゃ。これってジャマーの印？まさか3人ともジャマー？そうか、普及協会とは名ばかり。ヴァンガードを流行らせまいと妙なキャラクターをマスコットにしようとしたのね。だから言ったじゃねえか、そもそもがおかしいんだって。バレちゃしょうがねえ。強き者だけが勝利をつかめる。いや、私がお相手しよう。いいよ、僕が戦う。待て、まずは私だ。お前はすっこんでろ。ヘミちゃん、変身。うん、ユフ、スタンドアップ。邪魔、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 邪魔。クロノタイガーリベリオン。あれはクラレットソードドラゴン。ドラゴニックバンキッシャー。見えない。お願い、ブラスターブレード。だいぶお困りのようだ。マスク・ザ・ダーク様。ジャマーに協力してしまった僕にも責任がありそうだからね。さあ受け取りたまえ、今週のファイナルカード。ブラスター・ダーク。イエレイ。おお、ブラスターブレードとブラスターダークが共闘するのか。でも3対2。クリオン。
ティロードブラスターが。あ、このカードは返してもらうよ。ありがとう。なかなかいいものを見せてもらったよ。さらば魔法少女たち。マスク座ダークサム、この歪みでもなかったようだな。ええ、そのようね。何だったんですか？つかだよ。うわー、なんだこのありさまは。確か僕たちヴァンガードのマスコットキャラを考えてたんじゃ。やれやれだな。とりあえず片付け。ん？なんだこの落書きは。あまりに下手すぎる。けどけどけど、これだ、これなのだ。これこそ僕たちが求めていた夢キャラ。脳内 BPM フルスピードで完全でも笑わない、未完成でも気にしない。 The sky is the limit, gently, here we go。 奇跡を起こすのは私、孤独は走らず前を見て、優等生の不甘でもったいない、挑戦者であれ。ここがどこだかなんて関係ない。本物になった絆、色あせずほどかれず軌道に乗せて変幻自在。 Ladies and gentlemen, are you ready? 信じることが全て、未来を呼び寄せる鍵さ、30秒でわかるカード紹介コーナー。今日紹介するカードはスパイクブラザーズの逸材ライジングノヴァ。登場時イマジナリーギフトフォース1とフォース2の2種類を獲得。さらにグレード3の味方を2体選ぶことで、なんとその2体が持つスキルを使えるようになるぞ。2種類のギフト、2つのスキルを使いこなして戦場を制圧しよう。このカードで君もライド・ザ・ヴァンガード。俺の名は伊吹浩司。料理の腕を少しずつ上げながら歴史の歪みを修正中。そして次回、ついにマスク・ザ・ダークの正体が明らかに。何ですって、ついにあの仮面の奥の素顔が分かるのね。しかしよ、すっかりこういう大げさな予告に慣れちまってるよな俺たち。一部では予告になってない予告、いや一番面白いのは本編じゃなくて予告そのものとまで言われたこともあるわ。じゃあ来週から本編1分、残りは全部予告。でもそれって単に1週間納品早くなるだけなんじゃないの。それは無理。